クルト・シューマッハー、クルト・シューマッハー、カート・シューマッハー、1895年10月13日から1952年8月20日は、ドイツの政治家。第二次世界大戦後の西ドイツで、ドイツ社会民主党の再建を指導した。ドイツ民主共和国、東ドイツの支配政党である、ドイツ社会主義統一党との協調を遵挙して、強烈なカリスマ性で、 SPD を率い、コンラート・アデナウアー首相と共に戦後西ドイツ政治の方向性を決定づけた立役者と評価されている。小企業家の息子として、西プロイセンのクルム、現在のポーランド用ヘウムノで出生。父は事業には成功していなかったが、政治活動に熱心で、リベラル政党の市議会議員も務めており、シューマッハーに影響を与えた。クルムの住民は、 ポーランド人が過半数を占め、シューマッハーの旧友の多くもポーランド人であったが、学校でポーランド語を使用することは禁じられていた。こうした環境が、シューマッハーの世界観形成に影響し、少年時代には、エドアルト・ベルンシュタインの論文を読み、共常主義的共産主義の危険性を認識していた。1914年に第一次世界大戦が、 勃発すると、海戦の翌日に学校を仮卒業し軍に志願して、従軍。これは、故郷が敵国ロシアとの国境から30キロメートルしか離れていないことも関係していた。この年12月に、ポーランドのウォビチ付近の戦闘で負傷、右腕を切断した。さらに赤痢にかかり、 身長185センチメートルの彼の体重は72キログラムから45キログラムにまで減少した。戦後、故郷クルムは独立した新生ポーランド国家に編入されたが、彼の一族はドイツに移住する者と町に残る者に分かれ、その時、クルムの行政裁判所に勤めていたシューマッハーは、そのありさまをのあたりにすることになった。除隊して、 恩給を受ける身になったシューマッハーは1915年にハレ大学、ついでライプツィヒ大学、ベルリン大学で学業を再開。1919 19年に学業を終えて労働省に就職したが、その片荒学業を続けて1926年にはミュンスター大学に学位論文を提出して法学博士号を取得した。ハレ在学中に彼はその地で勢力の強かった。 独立社会民主党が組織したストライキを何度、目の当たりにしたが、その政治手法には疑問を持ち、政党とは距離を置いていた。しかし1916年に SPD 系の機関兵団体に入会し、1918年には SPD に入党した。労働者政党であった SPD の中で、彼のような高学歴の人間はむしろ少数派だった。1918年11月に、 ドイツ革命が起きた時はベルリンにいたため、オットー・ブラウンだと共に、老兵令廷、評議会の委員となった。その後、SPDK 新聞の編集者として、シュトットガルトに移住。1924年にビュルテンベルク衆議会議員に当選し、1928年からは、党議員団長になった。その頃から、すでにナチスやドイツ共産党に対する絶望をするドイツ。 批判者になった。ナチスはともかく、ドイツ共産党を批判したのは、その党運営が民主的性格を欠くことやソビエト連邦の指導を受けていたただった。1930年には国会議員に初当選し、統制を伸ばしていたナチスに激しく抵抗した。1933年に、ついにナチスが政権を獲得すると、ナチスが提出し可決された全権意義運法によって、 ナチス以外の全政党が合法化された。SPD 党首、オットベルスと共にこの法案に対する抵抗の急先鋒であったシューマッハーは7月に逮捕された。天候の誓約書を書くことで釈放すると言われたものの、春挙したため強制収容所に送られ、9年9ヶ月9日に及ぶ収容所生活でダッハウ強制収容所など数箇所を転々とした。 1943年に重病を理由に一旦釈放されたが翌年末に再度捉えられ第二次世界大戦終戦時にイギリス軍によって解放された。戦後は西側占領地域において SPD 再建の指導者となった。まだ占領軍によって政治結社が禁止されていた1945年5月、早くもハノーファーで地区代表に選出された。 1945年10月5日から7日にかけて行われた党大会で12年の断絶を経て SPD は正式に再建された。この大会にはイギリスにいた亡命 SPD のエイリヒ・オレンハがさらに東側のソ連占領地域から夫をグローテボールも参加した。翌年ソ連の意を受けたグローテボールは共産党と SPD の統合を提案したが西側 SPD は拒絶。結局東側では SPD と共産党が合同して SED となった。一方シューマッハーは圧倒的な支持で西側、SPD の党首に選出された。シューマッハーは独裁的とも評された強力なリーダーシップで党を牽引し、党員には党議拘束に従うことを要求した。1946年。 連合国軍軍政部はシューマッハーにビュルテンベルクバーデン州の首相になることを提案したが影響力を地方に限定されることを嫌った。シューマッハーは拒絶した。代わりに彼はイギリス軍占領地域の評議会議員に選出された。一方で軍政当局のやり方を批判してフランス軍当局から演説を禁止されたこともある。1949年に 新生西ドイツ発の総選挙でドイツ連邦議会議員に当選。しかし、SPD は事前の予想に反し、僅差で第一党の座をキリスト教民主同盟に奪われた。SPD 党内にはセディとの大連立を主張する声もあったがシュマッハーは拒絶。首相指名選挙でセディのコンラートアデナウアーと争ったが敗れた。その背景には、かつて、 SPD の地盤であった地域が東ドイツに編入されたことや、シューマッハーの健康への不安、有権者の広範な反響、反社会主義感情があった。もっとも、シューマッハ自身は、反共主義者であった。同年行われた、初代連邦大統領の選挙にも出馬したが、自由民主党候補のテオドール・ホイスに敗れた。その後は、野党第一党の指導者として、 西側との関係を強化するアデナウアーの政策を、資本主義的であり、ドイツ統一を妨げるものとして批判し続けた。作詞で老下いなアデナウアーが、狐とあだ名されたのに対し、シューマッハーは、ライオンと呼ばれた。シューマッハーは、セディなどとのアリな妥協を許さない一方で、バイマル共和制時代の不毛な闘争を教訓として、建設的な議論を心がけ、このことは、 戦後の西ドイツ政治を特徴付ける二大政党制の定着につながった。しかし、長い強制収容所暮らしの後遺症から1948年に、血栓症で左足を切断するなど一層健康が悪化していた彼は1952年に休止した。強烈なカリスマ性から敵も多かったが、その死を惜しむ群衆が盆からハノーファーの墓所に向かう彼の葬列を見送った。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。